人狼来たね。そろそろ占われないんじゃないですか。浮き丸さん出る、あーどうだろう、うん、そうだね、浮き丸さん人狼占い出て平和で行く、占い平和で行ってみようか一回。あーじゃあ村村村で、はい、了解です。出ないで行ってみようか。はい、村人の気分でやります。はい、頑張ってました。これあの噛むときはあれですか、二人喋りながら噛めるんですか。多分噛めるはず。あーよかったよかった。なんか同時に同じ人噛んじゃったら、はい、おはようございます。今回はあの占い師でした。で早速2番さんメロチさん占って村人でした。1巡目なので以上です。お願いします。はい、ということで今回は雪丸、村陣営でございます。まあ、ゆうちゃんさんが占い師しようということで、まあ多分太鼓がもう一人出てくるか、それかまあ狩人が出てくるかって感じなんで、そこを見て判断していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、あの村川陣営でした。5番さんが占い師ってことで、ゆうちゃん占い師か人狼のどっちかなんで、まだ喋ってないのとこに太鼓が出るんかな。なんでちょっと占い師のね、これ信用勝負がもう鍵なんで、皆さん占い師をしっかり精査して、もう真つったら負けだからね、ちょっと占い師の人発言頑張ってください。5番さんが私むしろ把握です。まだ、もしかしたら3番さんが占い師で出るかもしれないので、ちょっと、まだ真とは言えないんですけど、今のところは真でみたいと思ってます。以上です。はい、浮き丸です。村人でした。死を間違いないに今つけました。特に何も出てこないんで、そのまま今とこ、ゆうちゃんさんの占いが本当なのかなって思います。以上です。私も村人なので、ゆうちゃんが占い師なのかな、この時点でって思います。ゆうちゃんの結果を頼りにちょっと様子見たいと思います。あれあれ、占い師さんなんか対抗してくださる方がいらっしゃらなかったのですが、まあ、2番さんは白角っていうのかな、だとしてどうなんでしょうか。もう一巡ちょっと話を聞いていきたいなと思います。お願いします。ゆきまるの番なんですけど、これ今たくまさん狩人っていうあの表示が出てるんですけど、ここでごめんなさい、ちょっとカミングアウト変えてもよろしいでしょうか。自分狩人です。で一巡目は様子見で言いませんでした。で多分今回は自分、もしそのたくまさんが今この狩人しようなら、ゆきまるはたくまさん黒だと思ってます。これから多分たくまさん話すと思うんですけど、ゆきまるは、狩人です。今回多分占い師の太鼓が出てないので、多分人狼が狩人1人、自分かたくまさんのどっちかなんで、狩人1人、村人の中から1人だと思うので、で自分は狩人です。占ってもらっても全然構いません。よろしくお願いします。はい。占い師1人しか出なかったんで、もう出ました。狩人です。なんで、ゆきまるさんが人狼確定で、ゆきまるさんの相方が団地妻さんか、ゆきまるさんのどっちか。なんで、浮き丸さんと団地妻さんはまだ喋れるんで、どっちの方が怪しいか言ってください。たくまが人狼じゃない要素は、メロチさんが狩人だった時はもう負け確ですね。釣られちゃうんで、自分が狩人で出る必要はないです。なんで、雪丸さんに投票してください。ゆうちゃんを守ります。雪丸さんと団地妻さん、どっちが人狼か、ちょっと発言で残してください。ちょっとわかんないです。とりあえず16に1人人狼と34に1人人狼ですよね。
わかんない。これはまず1、6のどっちから勝つんですよね。ちょっとわかんないんで。回します。はい、浮き丸です。いや、ちょっと、2人、その1、6のどちらかという形になると思うんですけど、さっきね、さっき1個前の試合になっちゃうんですけど、雪丸が、なんか、たくまさん、噛みついてる結核ですかって、2回目はないよ、雪丸、さすがに。お前、それないって、さすがにね っていう、思っちゃうんだけど、まあ、それメタ読みになっちゃうからあれかもしれないですけど、なんか、結局、たくまさんに今怪しいとこなくて、な、その、まあ、雪丸が、また被せてか、その、なんだろう、たくまさんが CEO 入ってるから、まあ、やりに行ったんじゃないかなって、ちょっと、配信者だし、やっぱ面白いとこ結果残はい、さないとまえかさなん、グみッたいド、な、そういあうり動きがあったのかとう。なって思っちゃったな。以上です。途中で村人から狩人に帰った雪丸さんは、私の中でももともと核だったんですけど、人狼確定だと思います。で、占い師、今回生きれたら多分、たくまさんが守ってくれたって。ちょっと待って。じゃなくて、私が村人じゃないといけない理由を言わなきゃいけないのよ。私はもう確実に村人なので、メロチさんが占いで村人って出たなら、確実に、丸さんと雪丸さんが来るかなと思います。これなんて言っていいか分からん、本当に。白これであはるい証ける拠。かな。これ雪村さん釣れるか。雪村さん釣れるか。マジで雪丸狩人なんですけど、マジで狩人なんですよ。で、まあ多分、これで負けたら雪丸さんごめんねっていう声が多分多いってなると思うんですけど、マジで狩人なんで、たくまさんは絶対人狼だと思います。本当に。頼みます。多分、ゆうちゃんは真の占い師だと思うので、頑張ってください。守れる人本当にいないんで、多分噛まれちゃうかな。あえて外してくる可能性もあると思うんですけど、頑張ってください。俺じゃねいや、ナイスだね。え。いやいや、ゆうナイちスでゃんす。押して。はい、押しまはい、す。噛みましょあ、これ1人しか噛めないですね。なるほど、なるう。2人合わせないと噛めないかもね。多分。ほど。ああ、なるほど、なるほど。そういう感じなんですいね。や、もうちょっと、出ましたね。あそこ出ないとよ多かっ分たっ負けす。だったはず。だおお、からすもごいっすね。う、出なくても、団地妻さん釣れば勝ちかな。はい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 。いや、勝ちだね。了解です。一応出まあ、ました。俺のこと疑ってたんで、そのまま、団長のこと、俺はひたすら、団地妻さんのことを、うん。怪しいって言ってればいいってことですね。いや、もう多分開けたら終わるはず。あ、そういうこと。あ、うん、22だか開けらか。たそっらかそゲーっムか。終了になるはずですよ。あ、了解ではす。い。いやー、面白いなー。そうですか、そうですか。ほらなんですか？ー、イあ、エーイ、やっぱりそそううだね。イエーイ、ゆきまるか。か。よかった、申だしよ訳なない。い。たいくやー、そうですよまね。さん。マジいか。や噛みついてないって2回目は。頼むて、そこ。ー。だって人狼だもん、俺も。あ、そっか。ゆうん。きまるも人狼か。そう。だよほんと、ゆなきー。まるさんかわいそう。かわいかわそういですよ、ゆそきまう。る。かわいもうだそかう。いや、団ら、地妻さんも疑ってたけどね。占い師対抗出ない時はもう狩人対抗出るか、ああ、そうっすそよれね。か、それか団地妻さんを釣れば、一応勝ち。ほう、だからほう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 。もう、様子見だね。
難しい、もうむほんとずい信じね。ちゃう、たくまさんの発言を。いやダけメどだね。ね、これこれ6対人抗だったは瞬間無理だ。9人の方が難しいよ。まあ確かにそうですよね。6人の方がまあ少しか1難日で決めないといしい。けないから。今更だけど、人狼が2人生きてたら2人一気に殺せるのか。あ、殺せない。1人だけ話だったって。1人だけです。あ、1人そしたら、1人だけ1集め人だけで多けど。あと、ダゆうメちゃでんは2人殺さ、せれば終了だから。あ、そうだよね、確かに。そう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 。ゆうちゃんはさっき、どっちかに投票しないといけない。ゆきまるさんかたくまに。あ、そうゆうちゃだったんですね。ん3人投票したら捨て票になっちゃうから。おお。ああ、1巡目でもそれ私やってしまったな。なるほど。そう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 。投票合わせないと、ね、わかりました。投票足りなくなっちゃうから。いやー、むずいなー。面白い。ゆきまるさんが、カリウと間違えてなかった、怪しんでなかったかも、私。え、なになに、カリウと間違えてたんですか？カリウとに途中で変えちゃったから。いや、1巡目出れなかったんすよ。カリウと1巡目見てて、出た。ああ、そうだね。さっき旗あったからね。そうなんすよ。で、1巡目出ちゃうと人狼側有利だったんで、で、今回、占い師も今回に太鼓出るかなって思ったんですけど。なかった。なかったんで、で、俺が話したように多分カリウドの路線で人狼が勝ちに来てたから。いや、難かったっすね、でも。ゆきまるとか。すごいね。ああ、ゆきまる、その2巡目になった時に。うん。ど、え？ああ、ごめんごめんごめん。え、たくまさんが、わざとカリウドって CO をしたじゃん。喋れなくてもアピールできんだなと思ってさ。いや、あのね、変えてたのよ、たくまさん途中でカリウドに。そうそうそう、だから。バッチをね。いや、そう、変えてたじゃん。だからそこでわざと対抗作って、なんか先出しされてないよっていう信頼を得る系のやつでしょ、あれ多分。そう、だからたくまさんの技術かな、たぶん。そうそう、あれ、これやられたなと思って。ずるい。そうそう、先出しが。やめてくださいよ、そういうのすんの。ずるいっすよ。なんか、私の経験が、私の画面だと、たくまさん、人狼しようになってたんだけど。そうなんですよ、私もなってたんですよ、ね。そう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 。あ、もうあれ、価値観だから。教えてくれてたのかな、うん、そうそう。あ、価値観。価値観だから。ああ、ずっと、ずっと、悔しがってました、俺、裏で。違う違うっつって。無理じゃないよ。え、なんか、え、本当に、なんていうのかな、何もないものを、無実を証拠がないから、なんか、なんて言っていいか分からなかった。まあ、そうだよね。うん、じゃあ、ラストいきますか。信じて以外。